カイブロック。スカイブロック、マリサの受難。すやー。すやー。すやー、何か刺さった。スカイブロック。スカイブロック、マリサの受難。そう、バケツこそ究極にして最高。誰かー、出してー。スカイブロック。スカイブロック、マリサの受難。プークスクス、なんかお決まりな感じが。何やら視線が。スカイブロック、マリサの受難。いやー。スカイブロック。スカイブロック、マリサの受難。うわぁ。うわぁ、刺さった。ぬぅ。うおぉ、抜けねぇ。そんなこともなかったー。ちょっと、いきなり一日が終わってるんですけど、どうよ。スカイブロック。マリサの受難。うーん。眠たくなって。いやー。出た。スカイブロック。スカイブロック。マリサの受難。よっしゃ、倒してやったぜ。いやー、今回もテンプレいただきました。スカイブロック。スカイブ。マリサの受難。暑いなぁ。ちょっと、燃えてる。あれ?はぁ、また最初から日付が進ん。もしかして、寝た?マーリサ、の、ブレイズロットを粉にして小麦粉と混ぜ合わせ水で先ほどの具材を一口大の大きさにまとめたら油、きつね色になったら冷水に浸して冷やし、私は何を作っていたのでしょう。それは私にもわかり。もう何も言わない。フラン、私も来たよー。お姉様?いやー、ゲーム、フランか、顔なじみ。どこか?ちょっと、引っ張らない。レイムーン。うぷ主が泣きわめくなんて珍しい。この後の録画、ミスっちゃった。いくら投稿期間が空いてるからってそれはないわ。で、どのくらい消し飛んだの?6日分。はぁ?マリサもまずでしょ。レイム、フランを知らない?え?後ろにいるじゃん。何してるの?吸血鬼ごっこだよ。何?待ってよ、レイムー。私は実況中学生でしょ。待てどうしよう。なんだ、これ。さて、準備を始めようか。今日も普通にトラップタワーしてるな。そういえば、霊夢が伝言読んどいてって言ってたけど、自分で言えばいいのに。ま、解決策も調べてるみたいだし、仕方ねえな。これかな。マリサ、私が調べている間にやってもらいたいことがあるから、ベッドを持って自分の家に行ってね。あとは見ればわかるからさ。じゃあ、頑張ってね。
ふむ。結局何をするんだ？まあ、家の中に何か用意したってことか。よし、このベッドを持っていくぜ。じゃあ、家に行くか。お、なんか見えたな。なんだあれ。ドア？か？いや、こんなのなかったよな。しかし気味の悪い柄だぜ。一応、開けてみるか？あれ？このエフェクトは確か。なるほど、つまり。この先にエンダードラゴンに関する何かがあるってことだな。なんだよ、霊夢。すでに解決策準備してるんじゃねえか。じゃ、一丁行ってみるか。あれ？地面が。消え、痛い、え、何なん風？びっくりしたぜ。あれ？これは、木々が生い茂って、自然が広がってる。だと。まさか。これは、またこのパターンかよー。